アシタカは村を出るしかないんですね。で、曲げを落とします。曲げを落とすのはですね、一族で亡くなる、このアシタカ彦の王国のですね、国の人間で亡くなってしまう、二度と帰れないという意味なんですね。で、なんでこれこういうふうなことをさせてるのか、ヒー様が説明します。ヒー様、表情込みで、まあ、見てください。西の国で何か不吉なことが起こっている。その地に赴き、曇りのない眼で物事を見定めるなら、あるいはその呪いを断つ道が見つかるかもしれん、というふうに言います。この言葉を聞いてアシタカはなんか西に行こうと決意して、同時に僕ら観客もですね、なんとなくそれで納得させられるとか騙されるんですね。なんでアシタカはそもそも村を去らなければいけないのか、なんでヒー様は西に行かせようとしてるのか、いや呪いを解く方法が見つかるかもしれんって言ってるんですけど、それ何の根拠よというかですね、どういう理由だと思うんですけども、これね、この映画の最初の大事なポイントなんです。アシタカは呪いを受けて右腕にあざができて、そのうち死んでしまう、この骨にまで待って死んでしまうと、この死から逃れるために西に旅をするというふうなストーリー展開だというふうに僕ら思わされてるんですね。今の今まで思わされてるんですけども、そもそも追放する必要ないんですよ。じゃあなぜ追放したのかって言ったら、これはもうこの人のポーカーフェイスそのものなんですね。ヒー様が追放したいからなんですよ。なんでポーカーフェイスで語っているのかっていうのは、演技してるからですね。村人もアシタカもですね、気がついてないんですけども、ヒー様の心の中だけに理由があります。何かというと、アシタカの呪いの正体っていうのはですね、死ぬことじゃないんですよね。アシタカがたたり神になるからなんですよ。アシタカはこれからゆっくりたたり神になっていくんですね。さっき村を襲ってきた怪物と同じように、自分の運命を呪って、自分の痛みというのにだんだん耐え難くなって、アシタカがたたり神、次のたたり神っていうのを受けてしまったんですね。だから、アシタカはこの後ですね、戦争に巻き込まれ、戦に巻き込まれた時に矢をつがえてパーンと撃っただけで、相手のですね、なんだろうな、侍の腕ごとバーンと両腕を落とすんですよ。で、次の矢が相手の首を切るんです。アシタカ自身も驚く。なんでかっていう、彼にはそういうパワーがもう与えられてるからですね。聖なるパワーであると同時に呪いのパワーなんです。呪いのパワーはアシタカを死へと、苦しみへと誘って、そして聖なるパワーは彼の力をどんどん無限大に膨らませていくんですね。なので、そのアシタカが後にですね、そのタタラバというところに行ってですね、なんか山を担いで、どいてくれ、俺は行くんだっていう時に、何十人もかかってやっと持ち上げられるようなですね、木の巨大な扉を一人で手で持って、ぐっと、やっぱ右手なんですよ。右手だけで押し広げていくシーンがあるんですよ。これも何かっていうと、アシタカの中で怒りとか悲しみとか不条理なものへの何かが吹き出すと無限のパワーが出てくるんですね。で、僕らその無限のパワーがアシタカのある程度意のままになるシーンしか見てないので、なんかこう、そんなもんかって思ってるんですけど、あれはどんどんアシタカが怪物になっていく途中だけを描いてるんです。だから、この映画っていうのは実は最後にアシタカがたたり神になってしまうのか、それとも人間のまま生きていけるのかっていう、もう一つのその地下構造としての葛藤というのが仕組まれてるんですけど、なかなかわからない。彼の中にどんな絶望や怒りがあるのかっていうのは、あえて今回宮崎駿は書かないって言ってるんですね。アシタカの題名がセリフになって出てこない。いわゆるラピュタのドーラみたいに、この方が便利かもしれないね、みたいな独り言を一切言ってくれないんですね。なので、アシタカがどんどん怪物になっていくっていう描写は、表現としては怪物とされるんですけど、僕らとして見たら、なんかスーパーヒーロー的に見ていいことみたいに思っちゃうんですけど、違うんですね。なのでですね、まあ指先でですね、なんだろうな、ですね、相手の方のぐにゃーっと曲げてしまって、最後、本当に親指と人差し指だけで刀を曲げるシーンとかも、後に出てくるんですけど、完全に、その、怒りによって力が暴走して、モンスター化していくという表現です。で、おひい様は、それに気がついてるんですね。で、怖いのは死んだたたり神じゃないんですよ。あそこで祭りますといったたたり神が怖いんじゃなくて、これからたたり神になってしまって、人間ので亡くなってしまうアシタカが、おひい様は一番怖いわけですね。だから、この子はいい子だけど、アシタカというこの子はいい子で、多分そのうちの村を継いでいい王様になってくれる、なんだろう、王になってくれるだろうけど、もうすぐ彼は痛みと恨みと、いわゆる自分に降りかかってきた不条理に対する怒りで怪物になってしまうと。その前に村を追い出そうと。その上で我々の村にたたりを送ったヤマト、西のヤマトの王に追いやってしまおうというふうに考えます。たたりというのはですね、この時代の縄文人でありですね、大体の考え方というのは、たたり返さないとなくならないんですね。こういうのを意味返しっていうふうに言うんですけども、未開部族の間では何か呪いを受けたら必ず呪い返すっていうことが、まあ、ルールでもあるんです。なので、おひい様はすごいポーカーフェイスで戦略兵器としてのですね、アシタカをですね、西の国のヤマトへ送りつけるという意味返しを発動させたわけですね。でも、アシタカもですね、村人もこれには気がついてないです。おひい様のことを信じちゃってますから、自分がそ
その呪いそのものであるとは気がついてない。数週間か数ヶ月後に明日かもまた自分がたたり神になって、あんな風な蛇のうねうねみたいなもんが体にいっぱい巻きついて西の国を襲うことになるだろうっていうことが分かってないわけですね。もののけ姫っていうのはその個人個人が持っている思惑とか戦略っていうのを出さずに、あくまでアシタカの視点だけで見れるように作ってるんで、そこら辺なかなか分かりにくく作ってます。